代表はマジック、そして不思議に見えるジャグリング、そして最後は体を張ったアクロバットの芸人になります。短い時間ですが最後のショータイムお楽しみください。行きましょう。どうもありがとうございます。頑張ります。よいしょ。最初簡単に風のチェックだけさせてください。30秒で終わらせます。こんぐらいかな。いい感じ。よし、90度回転です。オッケー、こっち行きましょう。横向きの風のチェックを。一番最後、体を張ったアクロバット、かなり高さが出るんで風のチェックだけしっかりやらせてください。そして全国各地いろんな場所でこうやってコマを投げて、そしてキャッチしてると場所によっては拍手があったりします。今日今から2倍このコマ上に上げます。今日の皆さんの感じをつかましてください。行きましょう。ミュージックチェンジ。よし、ちょっと風当たってこっちで行きます。じゃあ行きましょうか。いけるかな。よし、OK、 完璧です。それじゃあ行きましょう。なんとなく走るんでやらせてください。今日ジャグリング動画の中で一番不思議に見えるやつ持ってきました。お楽しみください。行きましょう。かなり指先使いますけど寒い中頑張っていきます。それでは行きましょう。ちなみにこれ見える範囲はここからここまで、目の錯覚つかんで正面限定だ。もうちょっとだけ正面側に、ぜひ最後楽しんでみてください。行きましょう。横の方にお知らせがあります。多分横から見てると最初何やってるか全然わかんないですけど、ぜひリアクションだけください。よろしくお願いします。じゃあ行きましょうか。もうちょっとこっち行きます。もう多分今日最終公演になるんで、少ない人数でもあったかい気持ちでやらせてください。僕ありがとうね、最初から特等席。お兄さん頑張るからね。やばい、ちょっと待って、あの子の顔が最初はこんな感じだからね。あ、大丈夫大丈夫、あの知らないおっさんだけど怖い人じゃないっていう証明だけさせてください。これよく見て、ちょっと小さいけど、どうぞどうぞ。はい、笑顔で楽しんでってね。じゃあ行きましょう。あ、ごめんね、小さいマジックも多いんで、もう少しだけ前の方に詰めてご覧ください。よし、じゃあ行きましょう。それでは行きます。初期メンバーの方、本当に集まってくれてありがとうございました。あ、今いる人が初期メンバーに僕の中で勝手になってるんで協力の方お願いします。よし、最初集まってくれた人にだけ見せるマジックがあります。一瞬で終わっちゃうんですけど、ちょっと派手なやつなんで、最初の方お得だなんで、決まったら拍手をください。じゃあ参りましょう。あ、どっちかというと拍手は僕っていうよりはちょっとあっち側の方にしてもらえると、人が集まる可能性があるので協力の方お願いします。行きましょう。お兄さんの姿勢今こんな感じで全然 OK です。うまく決まった時だけ協力を。じゃあ参りましょう。ミュージックチェンジ。ちょっと待ってね。紹介ごめんなさい。普段は東京の方でパントマイムやちょっと不思議なジャグリングで頑張ってます。今日は触りはそんな感じの技になります。ただ後半はアクロバットの芸、体を張った芸になるんでお楽しみください。今かなり寒いんで、手はポケットか腕組み、あったかい状態でご覧ください。行きましょう。最初のマジックまで拍手のポイント一切ないんで、行きましょう。ありがとうございます。まだこっからですよ。でもそのフライングの気持ち嫌いじゃない。あのお兄さんめっちゃいい人なんで、サービスさせてください。見えない糸に注目。行きましょう。こっから不思議になります。行きましょう。水晶1分間で技をギュッと凝縮して詰め込んでいきました。いきます。あ、その前にマジックをミュージックチェンジ。いきます。かっこいいマジック、まずは初期メンバー一瞬で終わっちゃうんで、うまく決まったらそこだけポケットから手を出して拍手よろしくお願いします。一番期待してるのはお兄さんです。ありがとう。じゃあ参りましょう。よかったら、もう一歩近づいて見といてもらっていいですか。
風船に変化が起きるんで。それでは行きましょう。一瞬です。3、2、1、ゴー。皆さん拍手はここでください。そう、それでお兄さん完璧、行きましょう。それではやっていきます。不思議な動きが多いんでお楽しみください。集中。ここからジャグリングで1分間一番不思議な道具持ってきました。初期メンバーに言いました。見える範囲がここからここまで、不思議さマックスでやらせてください。あ、よかったらちょっとだけ正面に今のうちにグッと見ておいてください。参りました。ミュージックチェンジ。ちなみにこれが見えてれば今日最後まで僕のショーをしっかり楽しめるんで、そいつを提示させてください。前失礼します。行きましょう。使うのはこちら。よし、オッケー、見えてます。大丈夫、大丈夫、オッケー。いきます。今からこいつに変化が起きます。見えた方は拍手を。そこが見える範囲だって僕も認識できるんで、協力の方よろしくお願いします。じゃあ参りましょう。ちょっと待ってね。やばい、マジで寒い。ちょっとストレッチだけ簡単にさせてください。よし、あ、いい感じ、オッケー。じゃあ行きましょう。ごめんなさい、ちょっとこっち人前で少しだけ後ろの方、こっちに。ありがとうね、お兄さん協力してもらって。ちょっとずつこっちにずれてもらっていいですか。正面のお兄さんも少しだけこっちにグイグイと、よろしくお願いします。こっちの方も楽しんでって。今からやるこれが見えてれば大丈夫なんで、じゃあ行きます。よし、あ、大丈夫、見えてる、 OK。 ごめんね、本当に一瞬なんで。3、2、1でタイミングだけ作ります。3、2、1。変化に気づいた方は拍手ください。ここまで見えてるお兄さんまで OK、 こっちも OK、 そっちのお兄さんは多分見えてないんでこんな姿勢です。それも OK です。じゃあ行きましょう。あとは俺が頑張るんでやらせてください。では参ります。その前に一回引かせてください。ここまで見て楽しんでるよって方、拍手ください。ありがとう。今拍手してくれた方、そして残ってくれた方のために全力を。まずはバシッと決めます。行きましょう。この筒の揺れと剣玉の縦の動き、相性最悪なんでチャンスは3回ください。行きます。1回目、 OK。 練習してきた甲斐ありました。それでは行きます。高さ2倍まで上げてグランドフィナーレ、一番難しいやつ見てってください。その前に降ります。これ乗るより降りる方が難しいんで、行きましょう。よいしょ。じゃあ行きましょうか。最後は一番